象予報士の福山かなです。私は普段福岡の朝の番組で天気予報をお伝えしているんですが、今日はこちら、今年4月から始まったヨカバスで行くツアーを紹介しながら福岡の魅力を皆さんにお届けしたいと思います。ヨカバスは福岡県内4エリア合わせておよそ50コースものバスツアーがあり、気軽に福岡観光を楽しむことができるんです。ヨカバス太宰府天満宮にやってきました。私太宰府天満宮すごく好きで、これまで何度か来ているんですけど、今日も全力で楽しみたいと思います。できます。やっぱり太宰府天満宮に来たら食べ歩きが醍醐味ですよね。ちょっと気になるの見つけちゃった。いちご団子、いちご団子ですってじゃーん、あまおういちご団子。もう福岡県のあまおうを使った太宰府のお団子、最高ですね。わっ、甘い、おいしい。続いて団子も。お団子も甘いんですけど、お団子に負けないぐらいいちごも甘くてびっくり、美味しい。私がどうしても行きたかったのがあのお店なんですけど、あ、もう並んでる。前回来た時になんと売り切れていて、買ってきました。明太子入りの焼きおにぎりにちょっと贅沢に明太子としそもトッピングしちゃいました。いただきます。おいしい、めちゃくちゃおいしい。この明太子入りの焼きおにぎりが本当に明太子たっぷり入ってて、ちょっと明太子好きにはたまらないですね。ウェザーマップチャンネル、早速お参りしてきたいと思います。しっかりお参りしてきました。長めにお祈りして。ヨカバス、続いては知らない植物園にやってきました。菖蒲、花菖蒲が咲いてます。え、綺麗ですね。そしてちょっと気になる言葉を見つけたんですけど、雨に合う植物展。雨の季節の植物ってこういう水色とか薄い紫とか、なんかこうグラデーションになった色が多くて、すっごく私の一番好きな色で、え、かわいい。ちょっとなんか待ち受けにしたくなります。これを初めて見た。モナリザって書いてありますよ。ちょっとじゃあモナリザの写真も撮ります。ちょっとカエルさん、え、すごい、着物かと思うくらい堂々としすぎて。睡蓮とハスの違い。でも一番なんか分かりやすそうなのは水を弾かない。だからこれはハスなんじゃないですか。あ、違う、睡蓮って書いてある。ちょっと待ってください、出直します。ちょっともう一回出直します。茎を水面から大きく、分かった、これ睡蓮です。こちら睡蓮です。そしてこれが
これがハスです。スイレンってすごい写真映えしますね。マイベストフラワートップ3を発表したいと思います。第3位はでこちら、アジサイのモナリザです。ちょっとこれは初めて見たのと、写真に撮った時に本当絵みたいに綺麗で。第2位は花勝負とカエルちゃんの後ろ姿のコラボでございます。そして栄えある第1位、自分で栄えあるっていうのもあれだけど第1位はでこちらスイレンです。花が綺麗だったっていうのと、ハスとスイレンを見分けることができるようになった喜びも込めて第1位に選ばせていただきました。ヨカバス、早速カエルがいっぱい。宵林寺、通称カエル寺と言われていて、1万体のカエルの置物が出迎えてくれるんです。早速行ってみましょう。すごいいい音、風鈴の素敵な音が、もう聞いてるだけで涼しい気持ちになりますね。すごい、あ、全部カエルのイラストがついてる風鈴に。木漏れ日がこの風鈴の願いが書かれた札の部分で、すごくキラキラって日差しが反射して綺麗ですね。この先にお寺があるんです。悪いことを良いことに変える、これはもうくぐらさんすぎる。思ったより寒かった。よいしょ、あよいしょ、もうちょっと頑張れ、出れた。きっとこれで悪いことがいいことに全部変わりましたよ。あの、知らない植物公園でもカエルに出会えて、カエル寺にも来て、なんかすごくカエルとの縁を感じますね。ヨカバス、最後は福岡名物めんべいの工場です。今日は手焼き体験ができるということで、食べたことはあっても焼くのは初めてなので、とってもワクワクしてます。めんべいってじゃがいもの粉だったんですか。はい、じゃがいもです。ウェザーマップチャンネル。さて、福岡の名所をたくさん回ってきましたが、今日行ったところ全部ヨカバスで回ることができるんです。季節ならではのツアーも盛りだくさんですので、ぜひ皆さんも行ってみてくださいね。福岡バリヨカトコヤケン、ぜひ皆さんも行ってみらんね。バイバーイ。
チオチャームのカプセルトイ2枚。いきます。えい、この出す瞬間のね、ドキドキ。開いた。せーの。あ、カツメンベー、やった、かわいいやつ。カツメンベーが当たりました。ちょっと記念に大切に持って帰りたいと思います。